どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾です。今日はね、どんな話をするかっていうと、教えるって何っていうことで、よくねトレーナーさんの仕事って教える仕事でしょって言われることが多いんですけども、その教えていく中でね、自分もいろんなことを感じてますね。教えるっていう言い方が一番皆さんにしっくりくるので、まあそういう、なんだろう、教えるっていう表現をするんだけども、やっていく中で正直に言うと、やっぱりこう、なんだろう、教えるとか先生っていう立場っていうのはまたちょっとなんか少し違ってきちゃうのかなっていう気もしたりもするので、まあそれについてもね、ちょっと自分のしっくりいかない部分とかを、自分の経験を交えてね、詳しくお話をできたらいいのかなと思うんですけども、まあ、とりあえず今日はね、教えるって何っていうことと、あとはね、よくこれワンちゃんにも人間にも当てはまることなんですけども、相手に変わってほしいって思った時に、まあ、自分でね、先に変わんなきゃいけないっていうのはよく聞くんだけども、じゃあそれって何、自分から変わるってどういう風にしてったらいいのっていうことを少しね話をしていきたいと思います。ただね、今日話すことは、ものすごくね自分の経験重視になっていきます。なので本当に自分が経験したことをね、そのまま話しますので、よかったらね聞いてください。はい、というわけで、教えるって何っていうことで、自分はね、いろんな子たちに教えています。もちろんそのいろんな子って言ったら、じゃあ人間だけじゃなくて枠を飛び越えると、それこそね、ワンちゃんもそうだし、人間の子供もそうだし、大人にも教えたりしてますよね、立場的にはね。なので、その教えるってねどういうことっていうのをね、まずね、自分の経験からちょっと話していきたいと思います。まずですね、もちろんワンダフルパートナーで、自分は仕事をしております。なので、仕事でね、スタッフ間でやっぱりいろんなことを教えたりとかってすることが出てきたりとか、あとはね、自分にもね家族がいますね。娘も息子もいるので、娘は息子に対してはね教えることもあります、もちろんね。で、日頃日常ワンちゃんにいろんなことを教えたりしてますね。でそこから、さらにね、今度スポーツチャンバラって言って空気入れた件で、チャンバラごっこするみたいなのをね、スポーツ少年団でやってるものでもね、そこでもね講師をやってるので、人間の子供にも教えてますね。でもちろんお客様のワンちゃんにも教えたりするし、お客様に教えることもあったりしますっていうね、いろんなことをこうね、教えることがたくさんあるんだなっていうところで、自分の場合はねこの教えるっていうところにちょっと疑問が出てき始めていて、一番適切なね言葉としては、教えるっていうよりは自分ができることっていうのはもう本当ね、なんかこれが正しいみたいなことをね教えますなんて結構ねおこがましいのかなって最近すごく思ってて、自分ができることっていうのは本当に伝える、自分たちはこういう風にしてきたよって、こういう風に思うよっていうことを伝えてあげるまでしかできないのかなと個人的には思っていますね。なのでそのね伝えるっていうことが非常に大事になってくるんですけども、でこの伝えるって言っても伝え方が非常に大事になってくる。これワンちゃんも子供も一緒なんですけども、例えばね一番最初っていうのはできるできないで見ちゃうんですよね。なんかどうしてもできるからやるとか、できないからやらないとかっていう後回しにね、できないとしがちになってくるんだけども、できないことっていうのは、できるようになる必要性が今すぐあるかって言ったら正直に言うとないと思います。でただね、できないことって向き合い続けないとずっとできないんですよ。なので、きちんと向き合った上でできないっていうことは別に自分の中では構わないのかなと思いますね。子供の頃なんか自分たちもありませんか、ゲームだったりとかね、自分もテトリスにハマってたりした時があって、で、もうずっとできなくて難しくなってくるとイライラしてコントローラー投げたりとかしたようなね、そんな気持ちになったことってありませんかね。できないとやっぱりイライラするっていうこともあるんだけども、ただ問題はできなくてもやり続ける、やっぱやめたくなるんですよ、できないと。でそこでやっぱり踏みとどめて、やっぱりこうやることができたのか、とどまらないでやっぱりやめちゃったのかっていうところっていうのは、将来的にこれはねワンちゃんも人も大きく結果に出てくると思います。どうしてもね、できたから価値があるとか、できなかったから価値がないっていう考え方をしちゃうので、できることは一生懸命やるんだけども、できないことをやらないってなりがちなんだけども、そこはね考え方がちょっと違って、自分はどちらかっていうとできないことにチャレンジしてることの方が価値的には高いと思ってますね。なので、もしねトレーニングやってる時に自分も質問でねやっぱりこう集めたりすると、一番多いのができませんできませんっていうものが非常に多いんだけども、できないからこそやる価値があるね。工夫はしていかなきゃもちろんいけないんだけども、挑んでやっていただければいいのかなと思います。で、もう一つ、人間の子供にもね非常にやりがちなんですけども、どうせ分かんないから伝えない、これねスタッフ間でもやるんですよ。でこれ非常に危険です。なんでかっていうと、
分かる分からないで説明するかしないかを決めてはいけません。っていうのが、例えばね、自分もいろんなことを教えてたりすると、その時って分かんないんですよね。例えば子供もそうだけども、チャカチャカ暴れ回ってる時に、あれダメでしょこれダメでしょって言っても、その時って全然分からない。なんだったら子供たちからすれば、なんだこいつうるせえなって思ってるぐらいだと思います。そこでもきちんと止めてあげたりとか、その理由とかも絶対分かってないんですよ。絶対分かってないし、あーはいはいって言ってて同じこと繰り返したりとか、もうよく話を聞いてないんだけども、それでもなんだったら細かく伝えるように私は心がけてますね。そこは、分かってくれる分かってくれないっていうのは、正直に言うと後からです。っていうのが、これが面白いなと思うのが、分かってなくていいんです。で、分かってないだろうっていう前提で伝えてくださいね。だから自分が伝えたって相手絶対分かってないんです。分かってなくていいんです。だからそれでも伝え続けることね。それが唯一伝わっていく時が来る。で、そこに対して、じゃあどうしたらいいのって言ったら、伝え続けてるのになぜか全然理解してくれない、その状態で伝え続ける、非常に苦しいです。ところがですね、これ面白い現象が起きます。ここに時間と成長っていう魔法の粉が加わると、いつしかね、それがね、理解するところに至っちゃうんです。これがね、一番やっぱり説明したりとかやっていく中で、ワンちゃんたちに教えていくから、やっぱ伝えていくことへの変化とか、これ人間の子供に対しても一緒ですけどね、伝えていくことの面白さって、自分的には一番そこにあるのかなと思ってますね。どうしても大人ってやりがちじゃないですか。もうどうせ話しても分かんないんだから、なんかいいよねとか、なんか適当に話でっち上げちゃったりとか、あとはもう簡単に説明しちゃったりとか、ダメなもんダメでしょとかね、ありますよね、言っちゃうことね。じゃなくて、少し大変でもやっぱりね、なんでダメなのかなっていうのをちゃんと教えていかなきゃいけないのかなと思います。で、あとはね、教えて、自分たちがこうワンちゃんに伝える側になった時に、すごい気をつけなきゃいけないなって思うのが、必要に迫られてからやらない。これは教えるのに期間を決めるっていう話ですよね。期間を決めた時点で教えることは非常に困難になりますね。特に人間のようにね、まだ会話ができればいいんですけども、ワンちゃんたちの場合会話ができません。なので、このぐらいでってなってくると、もちろん例えばそのスパンが短かったりとかすればするほど、個体差に大きく左右されます。例えば成長スピードだって、その子その子でね、全然違います。なんか本当に、5、6ヶ月ぐらいで、あ、なんかちょっと落ち着き出てきて大人っぽくなってきたねっていう子もいれば、7、8ヶ月なのになぜかチャカチャカしてて、もうなんだったら本当になんか2、3ヶ月のまま時が止まってんじゃないのなんていう子もね、中にはいたりしますね。なのでそこはね、やっぱりね、一緒くたにできないとこなのかなと思いますので、ぜひね、そういう状態であってもね、もう分かんないだろうと思って適当にやらずに伝え続けていっていただけると一番ね、いいのかなと思うんですけども、ただね、その期間だけ決めちゃったりすることが非常に危険になってきますので、慌てるとね、絶対いいことないので、必要に迫られる前にね、やってってあげる。それだったら例えば無理しない方法でちょっと気長に見てあげたりとか、でうまくいかなくていいです。1回2回でできちゃったら自分たちの仕事はいらないですからね。できない前提で挑んであげる、それで全然構わないので、あ、もうできてないんだけどなんとなくでやっていく、続けていくっていうのをやってってあげると、これが今やらなきゃいけない必要ですっていう時に役に立つようなね、形になってくれば一番いいのかなと思うのと、あと一番大事なのが、相手を変えることができない。まあこれワンちゃんでも人間でもそうなんですけども、相手を変えるっていうのはできません。ただ相手がもし変わる可能性があるとしたら、まずはよく自分が変わらなきゃいけないっていうじゃないですか。その自分が変わらなきゃいけないっていうのは、何を変わらなきゃいけないのかっていうと、やっぱりね、そこで、もう言っても無駄だから言わないとか、やってもできないからやらないとかじゃなくって、そういうところでやっぱりね、声のかけ方だったりとか、目の向け方だったりとか、そういうところをちょっと変えてってあげると、相手がね、もしかすると少し変わってくるかもしれませんね。そこで、ちゃんとした変化が見れるか見れないかっていうところは、自分たちの向き合い方一つだと思いますね。なので、その向き合い方一つっていうのは、やっぱりね、自分たちからすると、もうやっぱりね、結果を急いじゃったりはするとは思うんですけども、やっぱある程度ね、時間をかけて成長させてってあげるっていうことも含めて考えていくと、本当にね、今は分かってなくていいのかなと思います。なので、伝え続けるっていうことと、できるできないっていうことをあんまり考えすぎないようにしてもらって、 できないからやらないになっちゃうと大変だから、もう少しできてるならそれでいいと思います。で、それを続けていってあげた末に、
成長と、ある程度時間をかけてってあげることによって、ワンちゃんもね、落ち着きが出てき始めたりとか、なんか前まで全然言うこと聞かなかったのに急に聞くようになってきたりとか、ね、そういうところが非常に出てきますので、そんな風にしてね、教えるっていうよりはどちらかっていうと伝えてもらった方が個人的には有効的なのかなと思いますので、ぜひそんな風にしていただけたらと思います。はい、最後、まとめちゃいますね。いろいろ話しちゃって自分も話しながらとごめんなさい、いろいろ話がね、動いちゃうからちょっと聞き取りにくい部分もあったかなと思うんですけども、まずね、一番最初、相手が理解できるか理解できないかで、分からないから説明しないっていう話で、分かっても分からなくてもちゃんと説明していくっていうことですね。これは本当にワンちゃんにも子供にもすごい大切だよっていうことと、あとはできるできないにこだわらない、やったかやらないか、そこをきちんと見てってあげるっていうことが、非常に大事になってくるのかなと思うのと、あと必要に迫られてからやろうとすると、期間が決まります。なので必要に迫られる前に本当はね、期間をある程度長めにとってやってってあげるっていうことと、あとは自分の中でね、そうやって伝えるっていうことをし続けてってあげることによって、ある程度ね、時間をかけて成長していくことによって、本当にね、自分たちが教えたかった意味が伝わっていくっていうことになってくるんだと思います。ぜひ皆さんもね、そんな風にしてみてください。はい、というわけでね、自分もやっぱり特にね、人間のお子さんだとね、もうやっぱり教えてて、もうだから自分も10年まではいかないけど、もう 7,8 年教えてるのかな。なので面白いなって思うのが、小学生の頃自分に落ち着きないなって言われて、もうダメでしょって怒られてた子供が、ね、成長すると今度自分の後輩に先生の話聞けよって聞かなかった子が言ってたりするんですよね。いや、まあ成長だなと思いながら、そういうのを見てるとやっぱりね、伝わらなくてもちゃんと理由を説明して伝え続けていくとか、そういうことって非常に大事になってくるのかなと思いますので、非常にわかります。ワンちゃんもそうなんです。やったからってすぐ目に見える結果が出るわけじゃないし、自分の労力にね、見合うものがすぐに手に入るかって言ったら入らないことの方が多いです。ただね、そういう中で、すぐね、自分たちがじゃあ例えばね、子供にダメなもんダメでしょって言っちゃった方が楽なんだけども、そこはね、ワンちゃんに対してもちょっと回りくどいなと思っても覚えてよって思うことは、理解ができないんだろうなと思う前提で時間をかけてやっていってあげると伝わっていくっていうことは確実にね、そのうち来る。ただそれはどのくらいっていうと、そのどのくらいは言えないんですけども、ただね、その結果っていうのは必ずついてくるものだと自分は信じてますので、ぜひ皆さんもね、焦らずにやっていただければと思います。はい、というわけで、もうね、期間迫ってやろうとするとそれが一番苦しいので、ゆとりと時間を持ってね、自分が見ていく中だと教えていくっていうことは、いろんなことをやっていくと、やっぱり最終的にはこういうやり方が正しいからっていうよりも、自分がどれだけ相手に伝えられるかな、本当にね、この一言に尽きると思います。ぜひ皆さんもね、ワンちゃんだったりとか自分の大切な人に思いだったりとかね、自分の考えを伝えてみてはいかがでしょうか。